はい、どうもダナタです。では、ヒロトラやっていきたいと思います。今回は、イベント潜入捜査解放軍の日常ということで、こちらのイベント攻略を、お話ししていこうと思います。今回はまあちょっとイベントを振り返りつつやっていこうと思います。まず、今回まあおみくじイベントということで、手に入るのがこちらですね。決死の突撃トワイスということで、こちらの方、どんどん育成していきましょうということです。そして、SR の、メモリーいいぞ2人ともということで、こちらはまあイベント特攻でまあチケットを多く手に入れたりとかするためにまあ装着するメモリーになりますね。で、今回の、まあ、イベント攻略の方法として、まず一つ、このクエストですね。クエストでどんどんチケットを、このボスチケットですね、こちらをどんどん手に入れてください。まあスキップチケットを使ってもらって、まあ一応特攻がつけれるチームと、あとメモリーですね、装備していただいて、スキップすれば、チケットが、挑戦状が手に入ります。そして、まず大事なのはこのボスバトルですね。こちらの方、毎日1回だけ挑戦できるウルトラですね。1回というか、まあ倒すまで挑戦ができるウルトラと、あとエクストリーム、こちらの方、もう私はクリアしてますけどね。こちらの方を毎日やると。そしてエクストリームに関しては毎日というよりもイベント中に、撃破すれば、チケットが手に入ります。必ずエクストリームの方クリアしてください。クリアすることによってチケットですね、この引き換え上のくじが約、私の場合だと3000枚ぐらい、3000ちょい手に入ったんでまだクリアしていない方はね、必ずクリアしてください。そして一番大事なのが今回のこのヒーローくじの引き換え場。これがね、前回から変わったんですけど、変わったというか大きく変わったところはないんですが、この育成方法がデラックスが出てきたということもあって、アイスを見ていただいたらいいんですが、このトワイスの、これデラックスルート、ピースルートなんですけど、これを、ピースをとにかく手に入れないといけない。そのためには、12枚目以降、12枚目以降からアイテムが固定になるんですけど、こちらをひたすら集める作業になります。で、前回のトムラなんですが、まあ私前回トムラを完成させたんですが、これ完成させるまでに、おみくじが99回、ちょっといろいろ失敗したところもあって99回かかってしまいました。なので、その失敗を避けるためにまずしてはいけないのがこちらの EX オートスキル、20枚ピースがあればこれねできるんですけど、これは絶対してはいけません。なので、これを避けてください。必ずこれはもうデバイスかな、 なんちゃらで、やっていただいたらいいです。とにかく今回はイベントでこのくじを集めていく、くじでピースを集めていくということなんですけど、現在私25枚目まで開いておりますが、今までですとこの100回っていうので、開いていったらいいんですけど、12枚目以降でとこの10回に切り替えてください。このラインナップで見ていただくと、まあ、11枚目まではこういう風に手に入るんですけど、12枚目以降になると、アイテムが固定になるので、必要なアイテムっていうのはあんまりない。まあ、今回からまあランダムピースケース虹の、まあ、これがまあ美味しいっちゃ美味しいんですけど、
それよりも優先してトワイスのピースを取っていってください。まあどうしてもあのトワイスいらねえっていうのであれば、ランダムピースケースをまあ取っていただいたらいいと思いますけど、そしてまあ一旦ちょっと引いてみましょうか。まあこんな感じで、まあめんどくさいですけどね、これでどんどん引いていくと。これによって、ピースのあれですね、くじの消費を下げることができます。全部開くと400枚、消費します。今回は全部引いちゃいましたけど、こんな感じでね、トワイス引けたらリセットをもうかけてもらって構いません。ランダムピースケースもね、まあ別になくなってもいいんで、とにかくトワイスを取れたらリセットという感じでやっていってください。ただしどうしても間に合わない場合は、イベント終了後にこちらの購買部に行っていただいて、このスターですね、フィルターかけましょうか。例えば信楽戸村だと、イベントの信楽戸村も手に入りますんで、これね、まだ多分トワイスは出てきてないんじゃないかな。ちょっと見てみましょうか。トワイスここですね。一応出てくるのかな。これがそうですね。こちらで、取ることも可能です。なので、イベントがめんどくせえなって思った人は、もうこちらで、ピースに変えていただいて構いません。なので、まあここでも手に入れるし、どうしてもまあイベントで手に入れたいと、これを消費するのがもったいないという方は、イベントを先ほどのように、繰り返しやっていただいたら手に入ります。そして、あと大事なのが、この、全部、デラックスピースルートを開くと、ちょっとごめんなさい。こちらね、デラックス、このキャラクター専用オートスキルっていうので、これが解放されます。それで、私の場合ですとクリティカルが3回発生するたびに自分の回避を付与と、最大最短3回までできますので、一応ねこのスキル一覧を見ていただいたら、敵を倒すたびに自分のパワーが 15% アップ、自分のヒットポイントが 25% 未満の時に貫通を付与して威力をアップさせたりとか、まあいろいろありますけど、まあこの中で、やっぱり一番強いのが回避になると思うんで、まあ私は、ピースで引いた時に一発で引けたんで、まあこれをすぐつけました。なので、こちらの方をおすすめしたいかなと思います。まあ人それぞれだとは思いますが、まあ、回避がやっぱあればあるほど強いんで、このゲームの場合、まあこんな感じで、やらせてもらってます。なので、一応今回のイベントの攻略方法としましては、エクストリームを必ずクリアする、そして、12枚目以降の、おみくじはトワイスが出ればリセットという感じでやっていただいたらいいと思いますので、多分今後もこんな感じの攻略になってくるのかなと思います。まあもう残り、今日が11月7日なので残り3日間しかありませんが、急いでやればなんとか、まあデラックスピース全開放とまではいかないですけど、まあ攻略できるんじゃないかなと思いますので、まあ頑張ってみてください。私ももう残りわずかですので、頑張っていこうかなと思っています。ちなみに、現在私が、トワイスを完全体にするためにはデラックスピースが、42、112、192枚。
いるので、単純に3で割れば64、リセットをかけないといけないという状況で、64回いけるかどうか分かりませんが、まあやっていこうかなと思います。多分このチケットの数では64の開放は不可能かななんで、まあもうちょっとイベントをやっていかないといけないかなと思います。ということで今回は、前回から変わった、まあ、イベント攻略だいぶね、もらえるアイテムも変わってきて、もう初期の頃に比べたらもう断然アイテムの方は良くなってますんで、ぜひとも皆さんまだ攻略間に合っていない方はこれの動画を参考にしてやってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上とさせてもらいます。よければまたチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。ダータでした。